形状不民間事件の記念碑形状不民間事件とは、1945年7月24日に、日本統治時代の朝鮮の経営気道形状符で発生した爆弾テロ事件。日本統治下の朝鮮における最後の独立運動絡みの事件である。当時の形状不民間朝鮮人唯一の衆議院議員だった、僕春金は、 1945年6月24日に理シ主らと共に大義党を結成した。そして1ヶ月後の7月24日に、京城府民間において、欧米列強の植民地支配を求断するアジア民族奮撃大会を開催することになった。1945年7月24日、京城府民間でアジア民族奮撃大会が開催された。 満州国や中華民国からの代表も一堂に会し、アジア解放の熱弁を振るった。午後6時頃、演壇に向かって爆弾が投げ込まれて炸裂した。一人が死亡、数十人が負傷した。会場は大混乱に陥り、そのまま流回となった。実行犯の長文則らは、現行犯逮捕された。しかし、20日後の8月15日に終戦となり、 実行犯は裁判を受け、処罰されることなくそのまま釈放された。実行犯の長文則は、その後、いわゆる新日派を追求する民族問題研究所の理事長を務め、2008年2月5日に死亡した。